ギガベルトフは、ソビエト連邦の映画監督である。本名は、デニス・アルカジェビチ・カウフマン。カメラを持った男ベルトフと、ロバート・フラハティ、ヨリス・イベンスは、共に、ドキュメンタリー作品の父と言われる。出生当時ロシア領だった、ポーランドのビアリストクに、ユダヤ人家庭の三人兄弟の長男として生まれた。ジガベルトフは、ペンネームで、コマのように回転する人形を意味する。マッテイのボリス・カウフマンは、ジャン・ビゴ監督、新学期、装甲ゼロや、アタラント号、エリア・カザン監督の、波止場などのカメラマンを務めた。ニュース映画の構成、演出で、映画界入りし、ドキュメンタリーの演出にも着手。その傍らで、マヤコフスキー等のロシア・アーバンギャルドの芸術家たちとも、親交を結ぶようになった。いくつかの長編ドキュメンタリーを監督した後に、自らの映画論の集大成とも言うべき、カメラを持った男を監督する。多重露光、ストップモーション、スローモーション、早回し、移動撮影など、当時の最先端の撮影技法を多用した、先鋭的な作品だった。同作は、1932年、メトロゴールドウィン・ベイヤーの輸入代理店であった、山に陽光が、これが、ロシアだのタイトルで、日本で配給、劇場公開している。カメラを持った男により、ジガベルトフの名前は、西欧にも知れるところとなったが、ソビエト政府からは、形式主義的との批判を受け映画制作の機会を奪われ、晩年はスターリンによる、反ユダヤ政策の影響で、ニュース映画の編集に従事させられた。1954年2月12日、ソビエト連邦の首都モスクワで死去した。満58歳没。ベルトフ没後の1968年、商業映画から決別したジャン・リュック・ゴダールがジャン・ピエール・ゴランらと作った映画制作グループ、ジガベルトフ集団の名称は、この人物に由来している。ありがとうございます。